これも市民価値格ですよね。はい、今回 Wii パーティーっていうね宇宙人狼ゲームやっていきます。人狼が2人、市民が8人で行うね、人狼ゲームです。お、人狼じゃん。なるほどね、これは楽しくなってきたよ。白角っていうのはね、いや実は市民って証明する方法がいろいろあって、ピアノのタスクをやったらピアノの音が出るとかね、そういうのやることで僕は市民ですよっていうね、証明ができるんですね。お、いけるか、この人いけるか、4番いけるか。あ、ここら辺人多いね。人多いとちょっと厳しいね。でもちょっとタスクやってるように見せかけないといけないし。さて、あとはおかんこ行って、あー、ここも2人で行動してるね。お、死体だ。ちょっとこれ死体発見してね、怪しまれないようにしよう。基本左側の方でクエストやってて、で右の方のクエスト行くために、下の通路通ってたら食堂の下のところで、2番さんが倒れてるのかな。2番さんかな、2番さんが倒れてました。はい、1番さんのカラオケを1、2、私、8で行きました。そこからずっと左のクエストに行ってるので右は行ってないです。電気、一番最初に電気が落とされた時に監視室で7番と一緒になったんですけど、殺されなかったので白いかなっていうのと、4番さんと8番さんがガーデンと保管庫。私は基本左側の方にいて、クエストがあと一つで、スキップでいいかなって私は思う。普通に、まあ今日誰に入れるかはちょっとね、そういう話多分誰もされなかったので、ただまあここで一人釣っておかないといけないので、まあスキップはないかなと個人的に思ってるんですけど、皆さんはどう考えてますかね。市民の数減らせると思ったんだけどな。ちょっと一人でポツンといる人いないの。おっと、電気室で死んでて、9番さんが電気室から逃げてくの見たんですけど、ちょっと説明お願いします。はい、やっちゃいました。バレちゃったのしょうがないですね、僕投票 でさっきの段階で8人番目やったのに、9番さんがここで釣らなやばいっていう発言もちょっと怪しいなと思いながら見てました。9番さん取りでいいと思います。いやー、お前さー全然殺してくれへんやん。俺一人で3人殺しましたよ。あ、でも1番さん殺しました。やばいねこれ、やばい、仲間めっちゃ入れられてんじゃん投票。うわー、いやこれは本当に申し訳ないし、いや仲間の人狼にめっちゃ怒られちゃってんじゃん俺、恥ずかしい。やばいでしょっていう話だよね。いやもう本当にこれどうする。こっち、いや一人で動いてる人いなくね。5番と4番がこれ一緒にいるしね。もうこれクエスト終わったのかな。いやでもこれね、5番の人が賢かったから、ちょっと俺的にはちょっと倒したいなと思ってるんだよね。これあれやってみる。あ、そうかそうか、ここだとあれか、ボタン妨害できないんだ。はい、今破壊活動を行いました。これで4番が行って、はい、5番倒しましょう。一番賢い人倒しました。はい、でこっち行って、俺もなんかね手伝ってる風の雰囲気を出しといて、あ、やばい、タスク終わってたんで、3、4、5でカラオケボックスにいて、で緊急行って、後から3番さんが入ってきて、で2人残しちゃったんですよ、3号で。で大丈夫かなと思ったら、
5番が死んでた、5番さんが死んでたんで3番さんかなと思います。殺害してるところは見てません。もう70番さんはもう絶対今回関係ないっていうのは分かってるんで。これも市民価値格ですよね。3番4番で意見聞いて、まあ、順番に移ってって終わりですよね。バレちまったらしょうがねえな。そうだよ、俺が人狼だよ。よくわかったな。褒めてやろう、お前たちの推理とやらを。高3だよ、みんなと遊べたこの時間楽しかったぜ。じゃあな。なんかここの皆さん潔いですね。俺が人狼だよ。もう隠すもの何もない。初めの方で全然殺せなかったからな。完璧にバレちゃうとしょうがないな。畜生、これはまだ俺の実力が及ばなかったな。あ、でもさっきのところさ、4番さんが殺しての見ましたって言ったらもうちょっとさ生き残れたよね。でも考えてみればね、まあ難しいね。まあ勉強になるね。面白いね、やっぱ人狼ゲームは。またねやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。